から九州から、北海道宗谷岬に向けて十字架行進をまた再度リスタートします。どうかその道中お守りください。久々の鹿児島だね。また桜島はそこバックしていくの。そうやね、あの海岸のところか、鹿児島港から。あれジョージ、桜島、あれ桜島ですよ。でも、うん、あの海岸、桜島をバックにするならもっと向こうなの、まあ、まだまあ向こうですね。スタートするのはじゃあどこから？鹿児島港、港からです。タバコは黒部燃えて上がるわお花桜島迷いやいそんなこんなで沖縄10日間の電動ツアー、そして十字架行進を終えたアーサー先生は海を渡り九州鹿児島港へ。北海道宗谷岬を目指して今日も一歩一歩歩むのでした。人生思いもよらぬことが起こるのがライフでしょ。そうですね、まあ、パウロの境遇に立っていくにはあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ている。私は私を強くしてくださるこの方イエス・キリストによってどんなこともできるってあるけど、桜島をバックに鹿児島を出ました。向かってます、宗谷岬まで。一日一日いいね、最高だね。もうここがバックだね。本当ですね。ザビエル上陸、ザビエルはこの辺りで上陸したんだ。俺らあの40の時に俺が十字架行進した時、俺含めて7名、その時はもうチリハイが吹いて、チリハイが吹いて、あ、そうなんですか。ああ、もうチリハイの中だから、なんかやっぱり鹿児島って結構こうやって あの曇りだけじゃなくて、なるほど、チリハイの時は曇るじゃない、なんか火山灰に、だからあの時はねチリハイがあの降って、火山がなんか活発にあれしてた。こっちでリバイバルが昔起こったってなんかうなずけるものがありますね。このなんか大地のエネルギーして。やっぱりね、あの庶民は、分かりやすいっていうか喜怒哀楽豊か、やっぱり火山のように燃える人たち多い。だからリバイバルバンドとか、電動バンドとか、ね、結構九州に、そういうクリスチャンで電動バンドって、そういう電動隊みたいなのがあったからね、結構迫害されたり、島原の乱なんかで結構クリスチャンが、あの処刑にされたり殉教したけど、やっぱりそういう地だよ。一粒の麦が地に落ちて死んだがゆえに多くの実を結ぶって。本当にそうですね。あの主に対して恥じることなく、主が命を俺らに投げ出してくれたように、その人たちの信仰も妥協せずに、主のためにっていうね、そういう時代もあったよね。そういう信仰の熱が火山帯の熱以上になんかこう俺らに伝わってくる場所だね。今日一日ありがとうございます、感謝しますね。今日の一日この車、トラックの人や乗用車の人がこの十字架見る時に精霊が働いて彼らの心の中にあなたへの思いが目覚めさせます。そういう思いですね。アジさんも進出記録ですよね。あいつも、あいつもある日突然どっかで現れてくるよね。不思議なやつだ。そうですね。それこそ一昨年歩いてる時に突然山の中で遭遇しましたね。それは2年前に遡ります。今日のドラマの中心は
料理研究家の凪俊光さん。俺がスタートしようと思ってトレーニングしてたんで、ちょっとウォームアップ、そしたら黒い車の人が来て、なんか怪しい車だと思ったら出てきたのが凪さんなんだよ。あのサイカデリックなレインボーカラーのヘアしてさ、着物着て、あ、アーサーさんみたいな。あれ前彼どこに来たんだっけ、あれ歩いてる時。あれ確か熊本歩いてる時ですよ。山の中歩いてたら、あれは十字架行進の時だよな。そうですそうです。ほんで違う時にどっか歩いてる時にわざわざそうドライブで来てくれたんだろ。あの四国まで来てくれたんですよ。朝に仕込んで、そこから熊本から飛ばして、昼に間に合うように弁当持ってきてくれたんですよね。よく来てくれたよ。あ、来てんな。お、はい、来ましたよ。ナギが来た。あのシルエットは。ヘイ。ヘイ。現れました。ブラザーナギ。現れた。いやー、ナギ。会社その下なんですよ。嘘。飛ばしたな。ナギさんは桜島の灰を使った灰干し製法を復活させ、大人気のお弁当灰干し弁当を大ヒットさせた第一人者です。私よくね、新宿でロボ電動するのが好きなんです。そんなナギさんがアーサー先生のことを知ったのはなんと30年前、新宿歌舞伎町のアルタ前で赤いスーツに身を包んで路傍伝道するその姿を見て、いつか俺もあんなかっこいい存在になりたいと思い、それ以来憧れの存在でした。そして30年の時を経てクラブハウスを通じて直接アーサー先生と知り合う機会を得た凪さんは、その後幾度とない不思議なジーザスの導きを感じ、名古屋で開かれた昨年のアーサー先生の誕生日会で大粒の涙とともに洗礼を受けました。ハレルヤ、アメン。その後アーサー先生との対談企画もありました。あなたのヘアスタイル見られない。凪元気、ちょっと午前中公演が入ってまして。おめでとう。あのやっぱりもうあなたはメッセンジャー、もうあなたは普通になるんじゃねえの。あのだいたい料理人で味を引き出す人は、はい、聖書の言葉の味を引き出すものと似てるところがあるから。わざわざ僕も聖書が、よくバイブルって言うじゃないですか。もう新末さやでも読んでて、楽しもう面白くてしょうがないです。やっぱ新約聖書面白かったでしょ。面白いでしょ。面白いですね。やっぱあそこを遠心力にしないと、はい、あそこにやっぱりあの一番本質が分かりやすく表現されてるから。俺思うんだけど、あの料理人に例えなら漁師たちって庶民的なところで、あのいろいろ作れるやつなんて大衆食堂とかなんかでさ、でもパウロって言ったら高級レストランのシェフみたいなところがあって、あいつがやっぱり基本的な訓練受けてるから、お前みたいに割烹のああいうところで、だから幅広い料理ことに関して表現できるんだと思うんだよな。だそういうところお前にもあるから、だってすげえ聖書の言葉を自分の中で引用していけるっていうか、まあ、旧約聖書のヨセフにしてもそうだけど、はい、適応っていうか、そこのうまみっていうか、これなんでこんなに味がいいんだろう、心に伝わるんだろうっていうところを見つけて、はい、で探求するところ、やっぱりそういうところってやっぱり神が作った食をあの料理するものとして、はい、御言葉も心の糧だから、うん、あのそれをどう味わい、うん、感じるかっていうのが大切なんで、それができるんで、あの凪はだからハマっていくんだろうと思うんだよね。それも
聖書を読む前に食の職人としてのベーシックとか、まあ、ちょっと宗教っぽいあの世界 の、 あのルーティーンもやったけど、でも最終的には人が美味しいっていうね、そこなんだっていうところも分かってるから、うん、でもそのうんちくの土台があることが逆に尊女そこらの適合的に料理する人との違いがそこにあるから広がりがもっと広い。だからフランスまで行ってあの大使館でやってるっていうのはパウロでさ、パウロのやっぱりあのバックグラウンドが宗教っぽいバックグラウンドだけど変えられてそれが生かされて彼がいたから聖書がこんだけ広がったっていうのもある。あれそう、あれはあの結局あのあのペテロたちだけだったらあのユダヤ地域で止まってたかもわかんないけど、異邦人の方に向かっていけるタルソで育ってそのギリシャの文化知ってるし、だからいろんな哲学あるところで育ちながら何が真理かっていうのを叩き込まれて、真理知ってたと思ったけど旧約聖書の、でもイエスの弟子を迫害しながら結局はダマスコ道場で幻通してイエスに出会うわけだから、ペテルとか他の弟子たちは飲み食いしてイエスを目の前にして会話したけど、パウロに一切その体験がないけど、幻通してイエスに出会って俺もお前たちと同じ人なんだと、俺もジーゼスに不思議な、ね、精霊の働きを通して出会ったんだっていうところを権威にしてるから、だからあのパウロのあのバックグラウンドが生きて俺たちのところまで幅広く届いてるんだよね。だから彼なんかはもうユダヤ人の食い物だけじゃなくてもう各国の食い物、あのタルソでギリシャの文化でね、え哲学的な価値観もいろいろあるけど、食い物もいろんな食い物あるから、そういう意味では俺いつも思うんだよな、凪絶対にあの表現者表現者のみならず自分なりにこう聖書を味わいながら身につけていって、そこから絶対知恵与えられて、それが料理人としての何かインスピレーションすげえ役立つと思います、間違いなく。もうその領域に少しずつお前も入っていってるの。講演の中で、そのみんな完璧じゃないっていう話をするようになって泣くんですよ本当聞いてる。いやだってあの波の中に異例があるもん、あのヨセフとか要するにもう許せない憎んでやるっていうところから絶対許した方がいいっていうところに持っていかれちゃったから、いやでも僕あの30年前のアーサーさんがみんな許されてる愛されてるって、 あのメッセージの意味がやっと分かってきました。あ本当、いやだからあの30年前出会って語った、あの時の響きが、あの具体的に何が分かんないけど心の中に何か、そうだ、ただまあかっこいいだけだったんですよ、かっこいいなっていうだけだったんですけど、言葉の意味がね最近やっと分かってきましたね。だからお前の外側のかっこよさも結局内側からね、ジーザスの愛によって魂がかっこよくなって、そしてファッション乗り越えて人の心にね生きていく喜びとは何ぞやになってるんだな。今もう僕だから何回も読み返して、今まで読んだ本の中で一番面白いですね。だからあの聖書ってやっぱり神の言葉だから、生きた言葉だし真理だから、真理って変わらないんだよね。毎回読むたびに、俺たち有限でやっぱり無限だし、普遍性のあるものだから、食べ物には賞味期限があっても聖書の言葉は賞味期限ねえんだよ、いつもフレッシュなんだよ。読むたびに新たにインスピレーションが入る。しかも入り方が変わりますね。だから何度読んでも、読んでる状況の中の状況でまた発見があるわけだから。だから永遠に草は枯れる、花は死をむ、しかし神の言葉は永遠に立つってイザヤ書にあるんだけど、これ結構聖書の初めの方に新改訳聖書に書いたんだよね。あの神の言葉っていうのは聖書のことだから、草は枯れる、花はしぼむ、しかし神の言葉は永遠に立つ、世の中のものは移り変わる、でも神の言葉は
ずっとどの時代にでももう立ちはだかって俺たちを解放するっていうね。もうあなたテリトリー。そうなんですよ。だから今日凪のテリトリー歩いてるわけだ。だから今日は凪のもう家の近く歩いてる。この凪の世界の凪。いやいや。ね、ほとんどいないですけど、ね、いやでも渚さ、はい、30年前お前、はい、俺を新宿のロボ殿堂に見に来てくれて、はいそして隠れて挨拶しないで帰って、そうなんです。そして自分にそれを適用してこのファッション、はい、そして料理人となって再びお前と数年前出会ってしかも十字架行使してる時にね、はい、熊本の山の中とか、あでしたでした、もうなんかもう熊に出会うのに凪に出会うっていうね山の中ちょうどスタートの期間ですね。だからなんかね俺の心も凪にすごく惹かれるのは、いや僕あのよくフェイスブックとか、うんうん、インスタで朝さんのことを上げてるんで、うんうん、僕の友達が知り合いが、うん、25人ぐらいですかね、うん、LINE が、うんうん、朝さん見たよお前知ってるか朝さん見たよって本当本当、いやでもさ俺あのいろんな人と出会ったけどやっぱり凪、その俺が30年前ロボーデンデをやってた頃って知らないやつもほとんどなんだよ。で凪その俺を知ってて、で今の俺を知ってるっていう、ね、今の俺を知ってるやつたちはいるけど、あの時の俺を知ってるやつってなかなかいない。ジョージでさえいないし後藤でさえ分かんない。だからそんだけ長いスパンで、あの遠くから追っかけてました。その摂理的にお前とまた再び出会って、いや本当に。そして俺凪は素直だし、あのでもね彼のために祈ろうって言って、はい、あのレッドの、はい、細井先生の教会で真ん前に座ってもう涙流してる。もうこの日だと思ったよな、はい、そしたらよろしくお願いしますって来て、その凪のジェルで固めたヘアカット、ね、水かけるときに溶けてドロドロにならないかと心配しながらやった宣伝師なんて生まれて初めてだね。皆さん今日マイブラザー凪が凪のテリトリーを俺は歩いてるってことも知らずに、本当に今日の一日本当のこと凪が一番最初の出会いだろうな今日ね。あ、そうですか、うん、だからなんかこうスペシャルだよな、一番会いたい人と会えたっていう、地元を歩いてもらってるのに俺が行けないってどうすんだと思って、いや凪もうなんていうのかな、うん、もうみんなあの梨農園でトークやって、あのヨセフの話みんな感動してたよ。もうあの話があんだけクリスチャンだったばかりで、あの箇所から自分と対比して、うん、もうあれも完璧にジーザスの愛と許しをもう理屈なしに心の中にジーザスが流してくれたんだと思う。でもところどころやっぱ旧約と新約と重なるところありますよね、うん、あるある、なんかこうだそういう形で旧約に入っていったら、はい、あの時たまあの消化できないものがいっぱいあるから、はいはい、そんな時はさ嫌いなもの食えって言ったって食いたくないわけだから、だからそういう時はやっぱり違うシンプルな味わいやすいところに行った方が、はい、俺も誰にでも言うんだけど旧約聖書から行けなんて言わないの、もう新約聖書からヨハネの福音書から入ってまずあの新約聖書も馴染んだら、はい、旧約聖書自然と入っていって免疫力ついてくるんだよ。なるほど。新約の免疫力なかったら、はい、なかなか消化できないから、うんうん、でもジーゼスをあの遠心力にしたらいろんなものが腑に落ちてくるから、うん、ジーゼスが教えてくれるし、いろいろあの旧約もまた見るとこもだけど、うん、人間らしいせいで、そうそう。だから凪はやっぱり食べ物を通して、はい、あの真心を本当に伝達してるような、うん、神は御言葉、聖書の言葉を通してその思いやりを俺らに伝えてきてるけど、でもやっぱり洗礼受けてから僕も人が変わりました、いろいろ意味で本当、はあ、いやそれはこれがどん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 もっと、はあ、もっとあの神は創造者だから、デザイナーだから、創作の源だから、絶対お前に神の姿に形立てる凪が、はい、もっと創作のインスピレーションが広く深く味わい深くなる、間違いなく。なんかあの奇跡的なことがあっても、うん、あ、ごめん
ね、もうジーザスの導きなんだなってもう考えられるようになって、うん、本当だよ。だって俺なんかさ、打ちたいとか傘なんか持たねえよ。薙の傘持たせていただきますよ。こんなの奇跡だぞ。ありがとうございます。薙だから俺傘。ありがとうございます。薙だから俺この前、あれ、ランチ普通オートミール断固としてそこだけ宗教っぽかったけど、お前の食ってもうあの涙本当出そうなった。ありがとう。今まで。あっという間に喋ると。いやー、凪と一緒にここのテリトリー歩けただけで嬉しいね。 ありがとうございます、本当。神様どうぞ凪のこの後の講演会が祝福され、はい、彼の語る言葉、表現力の中に憐れみと恵み、愛情を満ち溢れさせてくださって、食べて人がお腹いっぱいになって、あ、生きてて素晴らしいと思うように、彼の言葉を通して多くの人が今日慰められ、励まされ、ますます彼を素晴らしい講演者として、料理人として用いてください。ジーザス何をお願いします。エイメン。これちょっと持ってて。ありがとう。ありがとうございます。Thank you。嬉しいよ。ありがとうございます。はい。じゃあ、凪に一言祈ってもらおう。はい。な俺、もういい、あの、ジーザスの名によって、はい、アーメンで祈って、はい、あの、このワークが祝福されるように、はい、お前の祈りを俺は求めてます。ありがとうございます。あの、手を置いて、俺に。はい。うん。いやもう30年前からの憧れのアーサー・ホーランドとこうやって一緒にお話ししながら十字架行進ができるって本当夢のようなひとときを過ごさせていただいてます。これもジーザスの導きだと思いますので、本当に、これを機にですね、また改めてまた、もっと聖書を読んでですね、もっと深く、人を愛せるようになりたいと思います。エイメン。エイメン。ありがとうございます。サンキュー。ありがとうございます。なんか力得ました。ありがとうございます。傘を上げて。ありがとうございます。いや、じゃあ凪またな。はい、大丈夫。またかな、あのクラブハウスでよろしく。ありがとうございます。 OK、 すいません。ありがとうございました。また桜島か凪か。もう桜島見た瞬間に凪さんが出てきますよね。なんとか弁当第1位だからね。貝干し弁当第1位、駅弁で。ねえ、あんだけ食べ物で人を表現して魅了させるやつは、あれ御言葉を、そうですね、の中にある、いいものを引き出す、あいつうまみを引き出す賜物を持ってから。いや本当そうですね。絶対解き明かすの、解き明かす人になると思うよ。いや、うん、俺らもこうやって出会って別れて、ひたすらもう前に向かって進むっていう。そうですね。そして2日後、来る。この不思議な導きはまだまだ続くのでした。で今日は参加、あの、どうやってこのことは分かったの？フェイスブックでいつもちょっと見させていただいてて、去年のクリスマスの時に、うんうん、あのローレンちゃんのコンサートに。あ、ローレンの。あー、はい、ローレン喜ぶよ、はい、ローレン喜ぶよ、はい、なんとすごい、もう本当そのフェイスブック見てた時にコンサートで来るって知って、あ、もうこれは行かないって言った、言ったわけだ。行きました、はい、行きましょうか。じゃあ、はい、凪さんの SNS、 凪くん知ってんの？はい、学校で、まあ、家庭教育学級っていうのが、はい、必ず、まあ、どこもあるんですけど、うん、そこで1年前ですかね、中学校の時、私が中学校で勤務してて、息子たちはまだ小学生だったんですけど、そこでその私が勤務してた先の伊藤先生が、あの、凪さんの講師で来てもらって、あのスタイルで来たの？はい、まあ、雨だったのでちょっとお顔までは記憶になかったんですけど、でその時、あの、私の取り方を教わって、で、あの、まあ、ちょっと時間がかかったんですね、あのカセットコンロで、でもう子供たちもちょっと寂れて夜遅かったので、もうちょっとまだみたいな感じだったんですけど、おじさんの出汁が配られて飲んだ瞬間に、おいしいって、もうなんかすっごい目が覚めるような顔になって、で次の日も疲れたっていうかなと思った。
母さん、昨日のだし美味しかったねとか言って。あ、本当。子供何人ぐらいいたの？何人ですかね。そのキャンプみたいなところだったの？あ、いえいえ、家庭教育学期なので、どっちかというとお母さんたちが集まってこう学ぶみたいな。で、なぎよく料理 で、はい、で彼も僕のこと30年前から。あ、そんなに前。もう30年前、僕がロボーデンドやってるのを京都で料理人としてでっち奉公してた時、はい、僕のことをなんかアルタの前で、はい、タモにアルタの人で話したから、はいはい、わざと新幹線で見に来て、僕に声かけられなかったんだけど、あの斬新なスタイルで自分もそうなりたいってその時思ったらしいんだ。で、からメンターって。そうそう、それからここ4、5年僕の誕生日、70歳の誕生日の時に彼来てくれて、はいはい、で、僕がいろんなモチベーターのメンターみたいなのやってて、はい、で、そのうちに彼、十字架行進で鹿児島、熊本で3回ぐらい会って、彼も担いで、はい、で、そしてある時、教会で僕がメッセージしてる時、名古屋で、はい、そしたらもう前でワンワン泣いてるから、はい、もう時だねって言ったらイエス様の信じて洗礼受けて、そうですか、うん、彼もイエス様の信じて洗礼受けて、そうなんですね。で、聖書を今、結構福音書にハマってますよ。本当ですか。昨日一昨日来たかな、見ました。なのでなんかそこでつながってたのもまた不思議だよね。やっぱりつながってんだね。なぎさんに教えていただいただしを取って、うん、味噌玉を作ってきたので、もしよかったら食べてみてください。ありがとうございます。なんかなぎさんのレシピで、うん、聞いたスープね。ちょっとせっかくなんで、はい、ちょっとだけ。じゃあ飲もう。お味噌汁ですけど、味噌玉をクラブハウスっていうのを俺やってて、なぎがいつも、はい、そこに顔出すから、これ、なぎのこと言っとくよ。あ、ありがとうございます。なぎの、このな料理クラス、家庭教育学級ですね、うん、に来てもらって、福根市の中笠中学校というんですけど、うんうん、中学校のそこで、はい、実演していただいたのを。で、あなたはそこの母親の一人だったの？だったんです、はい。さあ、なぎ、お前のスピリット今から感じるぜ。なぎ、お前がその教室に行ってやったの体験して、みんなこのスープで度肝抜かれたっていう。はい。おお、うまいね。普段ね、弁当買ったり料亭の弁当とか買うけど一切食べんのですよ、行進中は。けどなぎさんが持ってきた弁当だけはもう一回食べたい。あれ一応涙出るぐらいうまかった。なぎ、私もそう。ハイボシ弁当、鹿児島の駅弁でナンバーワンだったっていう、はい、これ持ってきてくれて。あ、そうですか。それだけはもう一回食べたい。なぎやるな、お前。まあ、ね、なぎ、なぎ、お前こんだけ味を引き出すってことは、聖書を読んで聖書の味を引き出せるもの、賜物があるってことだよ。ヤギ、もういろんな子供たちに話してる。ジーザスも子供たちを私のところに来させなさいって言ってるけど、ナギのやってることは本当に子供でも理解できる、そういう表現者。やばいぜナギ、そのモヒカンヘアスタイルと着物でジーザスの話をするメッセンジャーになっていっちゃうよ。メッセンジャーになってください。本当だよな。なぎ、やばいぜ。OK、一言お祈りしよう。はい、ありがとうございます。神様、ヨーゴちゃん感謝します。今日は一緒に歩いて、結構彼女も元気に歩いて、いろんなことを伝えてくれました。ありがとうございます。彼女がこの場所に導いてくれて、今日その短い時間を一緒に共有できて、イエス様を共にいて、また彼女にインスピレーションを与えてくださったことを感謝します。あなたがますます彼女を回復してくださることを感謝します。我が魂よ、主を褒めたたえ。私の地にあるすべてのものを聖なる皆を褒めたたえ。我が魂よ、主を褒めたたえ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、
あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴から穴へ、そしてあなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。死を待ち望む者は新しい力を受ける。わしの翼を駆け上ることができる。走っても疲れず歩いてもたゆまない。もう今の言葉聞いてるだけでわしが空を羽ばたいている力強い姿を垣間見せられます。あなたが彼女を回復させてわしのように高く舞い上がることができるように導いてくださっていることを感謝します。ますます彼女の中にあるあなたが与えてくださったギフト賜物が尊く用いられ、あなたの栄光をそういう形で表していくことが喜びとなっていきますように導いてあげてください。あなたが彼女に完璧に癒しを与えてくださることを、また与えてくださっていることを、また導いてくださっていることを、そしてあなたが完成させてくださることを感謝し、イエス様の御名によっております。エメン。ありがとうございます。その時後藤さんがアーサー先生を引き止めます。お母さんもちょっと神様を迎え入れたいんで一緒に祈ってもらっていいですか。陽子さんも家も全然一緒にお祈りしようか、ね、イエス様、今日あなたに心を開きます。私は罪人です。このような私のためにあなたが十字架の上で死んでくださり、よみがえってくれたことをありがとうございます。今イエス様を心にお迎えします。受け入れます。信じます。この祈りに応えて、イエス・キリストが私の心の中に入ってきてくれて、今この瞬間からクリスチャンになれて、ありがとうございます。アーメン。お母さんの心の中にね、イエス様入ってくださいって言うんでしょ。心の中にこれからずっといるからね、忘れないよ。そう、ね、お母さんもね、一日一日ね、イエス様のことをね、はい、思って歩めばいいよ、ね、一緒に助け合って、はい、オーケー。ありがとうございます。せっかくだからちょっとね、はい、お母さんも、はい、あの木のところちょっと勝ち、オーケー。じゃあちょっとここで歩こう。その木の体験するのが大切だから、はい、OK。 じゃあ今日は陽子ちゃんと一緒に歩きました。彼女どんどん回復してます。もっともっと回復し、いろんな絵を描いていろんな人を励ますと思います。今日はお母さんも一緒に来てくれて、お母さんここに一緒に写真撮ろうね、来てくれて一緒に参加してくれました。ナギのスープも飲めました。ありがとうございます。 Thank you。なんと不思議な導きは連鎖し続け、陽子さんのお母様もイエス様を受け入れるに至りました。この不思議な旅はまだまだ始まったばかり。これからどんな物語が待っているのでしょうか。次回もお楽しみに。